かいつまん説明ですけど、理想的な結果、こちらの感じでいいの。まず一番悪いのは、知ってきたら知られちまう。これは最低な知られちまうなね。その次は打ってくるのは受ける。これはかなり争いだけど、まあまあ受け止めたからいいです。これも憲法としてはまだまだ打ち合ってるから、ぶつかってるから、ダメなんですね。そして、その次は、打つのかわす。はい。それから、振り上がる剣に合わす。ね。打たせない。この合わせが剣の極意になるわけ。動かせない。もう勝負にならない。争いにならない。打つこと。大佐はそれが理想の剣という。だそれを、合わせの直視だから、合わせの稽古をやると自然にそれが見えるようになってくる。だから相手が強い人の時はね、目で威圧されるから、目を見るなって、北辰人に帯の金という。だから帯を見るとか、目を半眼にするとか、そしてね、相手の目を見ない、うんと強い人には。それも昔からの言い伝えてる一つの方法ですね。ですから、とにかくこの、体質も、一興と同じ、剣も上も、この合わせから始まる。ここに奥義がある。この合わせが分かれば、どんな方法でも合わせ方はいろんな合わせです。振りかぶる。これも合わせ、上がる剣に合わせた。下ろす。もう方に切れて。これも合わせ。これも合わせ。だとね。上がる剣に合わせる。体が動いてます。どうしても大事です。それから、肺のさばきは、右半身から右に行く。右半身から左に、それから左足からこれかわす、いろいろあります。こういうふうに今日はまず右の出場をやった、そして左足もうすぐ回復する。なるだけ鏡の前で自分の姿を映してやってください。自分の姿からは手を結んでもうならない。これが動き始まると剣の乱れです。これがこう動き始まったらもう剣の乱れ、すぐ切られて、相手は半身がみんなでカバーしてくれる。こう打ってくれば、これ、昨日言うと、これがああいうだけども、腰をひねればこうなる。切れない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 。全部。切れない。手が真ん中にあって。これが半身の曲なんです。相手はこの半身から始まる。これは上島先生から始まる。半身って形はどこにもあります。だけど、基本としての合気道だけです。大統領も半身で動いてますが、結構しつこい時がある。大統領で見ると、こうやってます。ちょっと半身になっていない。回数から決定して、半身をうるさくやりましたら、回数からですね。今、これ合わせる、右の合わせ、そして、左の合わせ、それからこれやりましたね。打ってくると、これが、もし遅れた場合、これ受け流しになる。早すりゃ、おとなすわけになる。非常に合理的。これ、相手の量を含めたち、これ一番多く使っている。それから、前後切り。前後切り。そして、四方切り。文句の三番。そして、八方切り。そして、右の合わせ、左の合わせ。これはもう、すぐ回数を受けることができる。すぐ教えることができます。今の合わせ、パッと合わせ、ね、お分かりだと思います。そしたら今度は上に持ち帰ってください。